倉地学ぶとは、地方競馬の名古屋競馬場所属の調教師、元騎手である。1988年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得。レース初騎乗は、同年4月17日、名古屋競馬第一競争を埋め抜き高み。同年5月5日、通算13戦目となる、中京競馬第一競争で、エルムに騎乗し、初勝利を挙げる。 1989年8月27日、高知競馬場で行われた第4回全日本、新人王総派戦に出場。1999年9月12日、阪神競馬第10競争の西脇特別で、レディーグラスに起乗し、中央競馬初起乗。2002年、シンガポールで短期免許を取得し、同年11月2日、第2競争で初起乗。 同年12月20日まで起乗し、26戦0勝。2003年5月12日、名古屋競馬第10競争にて、地方競馬通算500勝を達成。2005年から2007年にかけ、名古屋競馬の成績上位の騎手によって争われる、名古屋リーディングジョッキーケンタウロスカップを連覇した。2007年5月25日、名古屋競馬第12競争の尺投げ特別を、 レスターパーソンで優勝し、地方競馬通算800勝達成。2008年10月24日、重賞のゴールドウィング賞にて、地方競馬通算900勝を達成。2009年6月5日、第39回東海ダービーにおいて、子供の頃からの夢であったというダービー優勝を果たす。二千十年三月十九日、名古屋競馬第二競争の三歳9組条件戦を、 リスキープランで優勝し、1584戦目で、地方競馬通算戦勝を達成。2010年12月、長教師免許試験に合格したことから、12月23日に開催された名古屋競馬を最後に機種を引退した。最後に所属した旧社は、桜池去り旧社である。22年8ヶ月にわたる、機種生活における通算成績は、 地方競馬1995戦1058勝2着948回3着968回勝率9.6%連帯率18.2%中央競馬11戦0勝であった2011年1月12日調教師として名古屋競馬第7競争においてチャンスメーカーで初出走同年1月25日名古屋競馬 第2競争において、キャプテンクックで初勝利を挙げる。2013年4月8日、笠松競馬第9競争の新緑賞において、優勢クインサーで重賞初勝利を飾る。ありがとうございます。